平井博明です、えー、今回はですね前回の動画でですね「コースデビューへの道」というシリーズでですね1週間後2週間後にもうすぐコースに行かなきゃいけない初心者の方に向けて撮った動画があるんですがその中でですねゴルフ場へ行く時に最低限のマナー本当にプレーよりも 大事かもしれませんその辺について今回動画を撮っていいいきたいと思いますこのチャンネルはですね僕の経験をもとに皆さんのゴルフライフに役立つ情報を発信していくのでよかったらチャンネル登録お願いいたしますップゴルフいいマナー悪いマナーとあるんですがまずできればこういうマナーをしていただきたいいい方ですねいいマナーについてまず3つ伝えさせていただきます。まず1つ ジャケット着用夏場暑い時なんかはジャケットを手に持ってゴルフ場へ入場退場していただければまあすごく2つ目帽子キャップですね帽子サンバイザーこれはですねプレー中、まあ、危険防止にもなったりですねあとは目。 直射日光から避けるもちろんサングラスとかでもいいんですができればこう頭を守るという意味でも帽子サンバイザーの着用をした方がおすすめです三つ目目土これはですね目土って何っていうことですが、えー、ゴルフ場でですね打った後芝生が削れてこうめくれますよねそこがですねどうしても芝生剥げてしまいます なのでそこにカートに備え付けのですね砂袋があるんですその砂をですねスコップ一杯取っていただいて自分が打ったターフ削った後ですねそこに砂を入れていただいて入れた後にスパイクで2,3回上から踏んでいただくこれがもうめちゃくちゃグッドマナーになりますですのでその3つをですね ぜぜひぜひ初めてコース行った時にできていると一緒に行った方なんかもですねあ君すごくいいねと会社の方と行く場合なんかは言っていただける可能性が大でございますなのでぜひぜひやってみてください次にですねバッドマナーですねくないマナーをちょっと3つこれも説明させていただきますがまず入場時退場時 サンダルを履いてゴルフ場に来てしまうっていうのがよくないですねもちろんあのゴルフ場の入り口のところにでもですねサンダルスリッパの入退場はご遠慮いただいておりますみたいな看板結構どこのゴルフ場行っても書いてありますなのでこれはぜひぜひやめていただければと思いますまあやめていただければというかやめた方がいいです2つ目 T シャツジーパンデニムですねこれもダメですやっぱりりススラックスでしたりゴルフ用の ウェアをちゃんと着こなしてですねゴルフ場へ行っていただいた方がいいと思います今の時期ですとすごく汗かいてこうシャワーだけ浴びて T シャツ着てジャケットとかっていう方も結構見受けられるんですがあれも T シャツ自体が良くないのでできればの襟付きでですねシャツはなるべくインしていただいて入退場していただいた方がいいです3つ目ですねネームタグなしこれどういうことかというとキャディバッグに必ず ネームタグって言ってこののバッグは私のですよという名前が入っているるタグがついてるんですそれがですねない方いらっしゃるんですがゴルフ場でですねキャディーさんがカートにキャディーバッグを積むとかですねセルフプレーのゴルフ場でしたらキャディマスター室の方がカートにキャディーバッグを積むときにメンバー表とキャディーバッグを照らし合わせてあ このお客様は何番カートに積むんですよっていうのをやるんですけどもそのネームタグがないとそのキャディバッグが迷子になっちゃうんですね誰の誰のってなっちゃうのでスタート時間なのにキャディバッグが積まれてなかったりっていうことになりますので必ずあのキャディバッグには鉛筆でも手書きでも何でもいいのでなければそのゴルフ場でネームタグくださいって言うとあの紙のネームタグもらえますなのでそれに自分のお名前を書いて バッグにつけといてあげるとゴルフ場側もすごくあの助かりますでですねこういうマナーに関してはゴルフ場で掲示はしてあるんですがすごく従業員からするともちろんお客様なので言いづらい部分でもあるんですなのでこういうマナーというのはプレイヤー本人がですね気をつけていただいてゴルフ場の方に行っていただければ ゴルフ場側の人たちもすごく助かったりですね、あとはグッドマナーの目土、3つ目の目土もそうですが、ゴルフ場にはグリーンキーパーさんというコース管理家という課がありまして、その人たちがですね、我が子のように芝生、ゴルフ場内をすごく大切に育て上げてます、管理をしてます。ですので、むやみやたらと素振りをして芝生を削ったりとかですね、 素振り禁止ですよっていう書いてあるところでは素振りをしないようにあとはゴルフ場で結構これもバットマナーの一つになるんですがティーグランドでアプローチの練習をしてしまう方とか。 パッティンググリーンでアプローチ練習をしてしまう方とか結構いらっしゃるんですが、そういうのもあまり良くないので、ぜひぜひやめていただきたいと思います。ゴルフ場の人間ではないんですが、ゴルフがすごく好きでゴルフ場がすごく愛してますので、ぜひぜひその辺のマナーもしっかりとしてゴルフに挑んでいただきたいと思います。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。 今回のうんちく動画ですがグローブの正しいサイズというのはマジックテープがこの止める部分の3分の2グーにして握った時に3分の2のところでこう止まるのが正しいサイズですこれぐらいですね一番新品の時にグーにしてはめた時にぴったりここに来るのはオーバーサイズですちょっと大きいですなので 新品でグローブをしてマジックテープをはめる時必ずグーにしますよグーにした時にはめた時に3分の2ぐらいここですここに来た時がジャストサイズですでここでグローブ捨てますよ捨てていいですよっていうサインっていうのは破れたのは別ですよもうそろそろグローブ変えなきゃなっていうサインはだんだん伸びてきてぴったりになりましたっていうのがもうこれ捨てるサインです